桐崎英治の父親、高畑康です。この度私がしてしまった大変軽率な行動により、多くの視聴者の皆様に大変不愉快な思いをさせてしまったこと、心より深くお詫び申し上げます。さき、りょう、まい、本当にごめん、ごめんなさい、すいません、ごめん。俺がこんな軽率な行動してしまったばっかりに、俺には結婚して25年の妻子がいるにもかかわらず、このような行為をしてしまったこと、本当に俺は今になって後悔している。その女性とはツイッター上で DM で知り合い、たまたまフォローしたんですよ。 YouTuber のアカウント適当に見てて、フォローしたら短結期って返ってきたんですよ。ありがとうございますって最初入れたんですけど、そこで LINE 交換をしました。話していくうちに、なんか能力を少し持ってるっていう話を聞いて、うちの動画を結構見ててくれて、桐崎家にはやっぱり少し霊がいるよっていうことを言われました。寮に相談したところ、ちょっとこれ動画に呼べるっていう感じになって、動画に出てもらうことになりました。石川県に来てもらうことになって、そこで初めて関係を持ちました。体の別に襲ったわけでもなく、このことに関しては本当いけないことです。本当に不倫っていうのは本当絶対やったらいかんことなんですよ。結婚してから、その女性とは石川に初めて来た時に肉体関係を持ちました。でもその時罪悪感がやっぱりあって、さきという妻がいるじゃないですか。僕には欲望に負けてしまい、二人で一泊した後にこの桐崎家に一緒に来ました。その女性とはうちのママとすごい気があって、お酒を飲む仲になってすごい楽しそうでした。なんか俺にしたらすごい、なんかそういう関係を持った女性とうちのママがなんかそういうお酒飲んどるのがすごいありゃーと思って、やばいなこれってすごい思ったんですよね。でもこれは本当俺が全て悪い、もう弁解はしませんよ俺は。その2回目会った時も石川でそういう関係を持ちました。1ヶ月か2ヶ月ぐらい後に俺が東京遊びに行ったんですよ。たまたまその女性と本当にたまたま会って、ああキリパパって言われて、お酒飲んで、またそこでそういう関係持ちました。それ3回目ですよね。すっごい罪悪感あったんですけど、その彼女も墓場まで持ってくって言ってたんで、僕自身すごい安心して、もう徐々に離れてってお互い言ったんですよね。で、先日の某配信者のライブで、なんと俺の名前が出てるじゃないですか。ああ、別に普通に出てるんだなって俺思って聞いてたんですよ。そしたら、キリパパって言われて、なんで俺の名前が出てくるのと思って、あ、ただなんかエンタメかなと思ったら、過去を暴露したんですよ。4、5年前のことの全部。墓場まで持ってくって約束しましたよね。でも、その彼女は、配信上自分の心をやっぱうやむやで抑えきれないということで、もう吐き出したくてしょうがなかったんでしょうね。それで俺は終わったと思いました。その女性にも謝ります。すいません。ただ家族に一番俺は謝りたい。今まだ顔を合わせてないけど、今誰も見てないけど、一人でカメラ回してるけど、本当すごめんなさい、すいません。本当に俺は絶対離婚とかそういうの絶対言え、行きたくないね。過去の過ちとか言うけど、そんな過去、はっきり言って、これが1ヶ月前、2日前でも一緒なんですよ。やったことには変わりないんですよ。だからそういうことしたらいけなかったんですよ、俺は。それを、俺はやってしまった。その話は墓場まで持ってくって聞いたんで、安心してたんですよ、ずっと。もう2年、3年、4年って経ったから、もう何も普通に生活してました。別の女性とそういうことしたとか一切ないです。不倫で言うことは絶対ダメです。俺が言っても説得力がないのはすごい分かってると思う。そしてただもう一つ僕は二つ目に、いけないことをしてしまいました。不倫を暴露した YouTuber の配信を聞いてる時に全部聞いたんですよ。そしたらもう背筋が凍って、もう何が何だか分かんなくなって、もう荷造りしてもう家から飛び出しました。車に乗って、もういても立ってもいられなく、もう運転もままならず、もう落ち着こう運転して、ビジネスホテル、ちょっとまあ場所は言えないですけど、泊まりました、一人で。ビジネスホテルに2日間引きこもりました、私は。某配信者さんが僕の不倫を暴露して、この LINE の内容を取り上げたと思うんですけど、この不倫相手と LINE してたことは事実でございます。肉体関係を持った元愛人と、うちの娘、舞は同じ名前なんですよ。娘と一緒の名前の人と浮気してしまったんです。すいませんでした。12月会えたら会おうね。不在着信。舞は10139。しつこく電話してますね、僕。バカですね。あらあら飛んだ。この10139はポケベルの暗号で、大好きっていう意味なんです。二人で、この仲良かった時に、なんか好きだよとかいうのを、冗談でエンタメで、なんかないかな、つって電話しとって、あ、ポケベルの暗号とか言えちゃいますみたいな感じで言われて、じゃあ10139にしようか。これガチです。
嘘ではありません。もうこれ声震えてもうダメなんですけど、全部読みます。もうこの際勉強無理せんと頑張ってんな。10139ソウル。ソウルって何や、意味がわからん。これ近いうち電話かサプライズしたいよ、わらわら。不在着信、何回言うてんねん、わらわら。まいはやらかした。生き恥です。もっと見せます。これは本当に俺が送ってる LINE です。気持ち悪いです、はっきり言って。今見たらまい寝れないけど寝る。頭おかしいでしょ、こいつ。頭おかしいでしょ。とにかく、俺はさっきという妻がいながらも、こういうお下劣な LINE をしとったんですよ。すべてを通してネットニュースになっている、桐崎英二の父親の不倫が暴露される。これは事実です。この暴露の配信があったのは3月31日で、これは決してエプリルフールとかこんなんじゃないんです。たまたま3月31日に暴露されたんです。やらせじゃない証拠に、俺と愛人さんとの写真も上がってます。これは俺です。オムライス食べました。ベタベタしてました。なんかコンビニのやつだったから知らんけど。でもこの時はぶっちゃけ、優しい子なんだなって思いました。今日、家に帰ってきたんです。2日ぶりに。そしたら、リビング行っても、寮の部屋に今いるんですけど、誰もいないんですよ。前の部屋もいないし、 LINE しても携帯しても電話しても繋がらないんですよ。多分ブチ切れてこの家から出てたんだと思います。明日もしかしたら帰ってくるかもしれないんで、明日も待ちたいと思います。今日はまあ家に泊まります。一旦ちゃんと話し合いたいと思います。そしてそれも YouTube この動画に収めたいと思います。規制が厳しくてアップロードできるかがわからないんですけど、じゃあ明日カメラまた回します。あれから1日が経って妻から LINE が来ました。これです。今もうつくとさっきから LINE が来ました。ああよかった。小型カメラを設置して俺のありのままを晒します。カメラ一応こう回してるんで。高畑康の罪滅ぼしです。あ来たみたい。ああさっきおかえり。てかあんたにおかえりって言われる筋合いないね。何け一体。ほんとごめん、すまんかった。ごめんで済んだら警察いらんってあんたに言いたいね。本当にあんたに会う言葉やわ今のあんたに。もう何も言えん、俺全て悪い。某配信者に暴露されて。知っとるて。知っとるやろ。違うげん。あれで私知り合いから連絡朝来てんて。お父さん大変なことになっとくけど大丈夫かって、うん、何してんのと思って、うん、でいろいろネット調べたら桐崎英二父不倫、しかもその相手っていうのはうちに何回も来とった人よね。よくそんな自分の恩ね、浮気相手をうちに何回も連れて泊まらせてやぞ。私と仲良くさせてやぞ。バカじゃないのあんた。一番ほんと迷惑かけた家族と詐欺に一番もう違うげん。と迷惑かけた。あのね、それはほんと謝りたくて、ほんと2日間俺逃亡したやん。なんで逃亡するんけ。なんでかっつったらもうあの配信聞いとったわけよ部屋で、うん、もうどうにもならない。深夜の配信やってん。1時ぐらいやってん。ほんで、もう、頭ムタムタになって、とにかく家出たくなって、車で、ちょっといろいろ回って、ビジュアルを止まっとってん。その不倫相手持ち連れてきて、あんたら二人で私のこと笑っとったんか。違うわ、いや。笑って見とったんか。俺は笑ってないって。5年前の話やけど。今までいろんなことあって、嫌なこともいっぱいあったよ、夫婦生活続けとったら。ここまでの裏切りってないよ。私、もう不倫するなとか言わんげん。そこまでの、私もヤスシに対して肉体関係拒んどったから他に女作っても仕方ないなっていう面もあるね。それは全部 100% あんたが悪いって言えんて。だからだけどそこは風俗ででも何とでもならやろ。しかもあんた寮の名前使って結局出会っとるわけやん。こんな桐崎英二の名前使ってね出会うような人なんて結局あんたのこと好きなわけじゃないがいね。結局有名になりたいとかそのね売名行為の、うん、そうやろいね。そんな人としたら危ないの分かるやろに何されるか分からんっていうの分からんか。その当時は思ってんて。なんでその人は、うん、いちいちその配信者に連絡したん。分からんねんそれ。自分の本人のインスタで何かするんやったらいいよ。キリパパって名前使ってやったら亮の名前が怪我されるんや。そうねん。アホじゃないのあんた。桐崎英二に迷惑かけとるんやまず。そうやって。だからそれを俺は何よりも先にお前に謝りたいっていうのと、ほんと家族全員にほんと残念やって謝りたい。ほんとにすっごい。分かるね。男っつったら浮気するものやっていうのも分かっとるね。何が、ほら、今こういう時におならするやろ。そういうとこもダメねん。お腹痛いもん。なんか精神的にもう、なんかおかしいねんと俺。インスタもやめてしまって。いやいや。そこがまだ、だから反省してないやん。分かった。そこで、いろんな目にやっとるねん、あんた。いつも言っとるやろ。子供が親に迷惑かけるのは仕方のないことね、うん、私らの大事な子供や子供を立派に育てるのが親の役目なのに、うん、あんたは子供に迷惑かけとるのに親が子供に迷惑かけたらダメじゃないの。そう、その通り。違うやろいね。そう、あんたとおかしいって、うん、家族に迷惑かける私はいいよまだねえ。子供に迷惑かけたらダメねんて。親として失格やろいね。そうね。本当にこれ本当の気持ちやぞ、うん、いい気になりすぎやわいね。そう
すまん。みんな恥ずかしい目に遭うねん。外でも言われるわけ、うん、あの子の誰々の お父さん浮気しとったんやとか、うん、普通のうちなら自分のうちの中のそのいざこざとかっつったら浮気なんて家族の中で終わる話や。でもうちの場合は違うんや。細心の注意払って外に行っても行動しんねん。どこ行っても、そうや、誰に見られとるか分からんねん。分かっとるもん、あんた。そう、分かっとったけど、そういう過ちを犯してしまった。本当しかもだから何があって桐崎英二、桐パパっていう名前を使ってやっとったことが一番腹立つねん。したいんやったら風俗行けよ。お金払ってるやったら何も誰も傷つけん。で、あと本当に好きな人ができて、その人と一緒に寄りたいと思ったら、どうぞ私は行ってほしい。相手は懺悔、私に対して懺悔したいと思ってるの、家族に対して。うん、らしい。それは全然しなくていい、うん、私その女の人と あなたが交渉したってことどうも思ってないんや。ほんとこれ本当の話ね、うん、そうじゃないんや。エイジの名前を使ってやったことが腹立っとるんや。だからヤスシのこと好きならお願いやから、この場を借りて言いたい、持ってってくださいって思う、うん、あなたの愛人って、うん、結婚してないやん。独身の人とかって夢見る夢子ちゃんのわけよ、結婚に対して、うん、でもそうじゃないやん。いや、仲いい夫婦もおるよ。だけどほとんどの夫婦が何にもなく無事に家族生活終わればいいなってまず思っとるし、愛人の一人や二人で終わるような家族関係ならとっくに終わっとるな、うん、そんなもんどうでもいいねん。そうじゃないんや。やっぱ生活ねん、うん、好きとか嫌いだけで生活なんてできんねんって。結婚生活ってか、子供産んで子供を、ね、立派な大人に育ててねえ、そうやろ。お互いどっか病気になったり、うん、それこそうちらだけの問題じゃなくて自分たちの親の問題、親戚の問題って出てきて、うん、それを乗り越えて家族になっていくわけ。愛人の一人や二人なんかどうでもいいねん。それよりももっと大変なことっていっぱいあるわけ。うちもいっぱいあったやろ、うん、あなたの不倫相手は独身やから愛人を作った、浮気したってことが一番の家族での問題と思っとるけど大間違い。そんなことどうでもいいねん。やすしがよ、その愛人がおって逆に私らとうまくいく、家のこともきちんとしてくれる、ね、ストレスがなくなって動画にも活躍できるってなったら私は追ってほしいねん。その人続けてほしいねん。私いつも思うねん、芸能人の不倫のやつとかよく報道番組とか出てくるやろ、出てくる、みんなして叩くやん、うん、世の中の人たち、うんうんうん、あれは叩いとる人っつったら夫婦生活っていうか、その夫婦っていうことを分かってない。長年一緒におって何が嫌やっつったら、若い夫婦は別やよ、愛人がおって裏切られたって傷つく奥さんじゃなくて、芸能人の人だったら CM もなくなったり仕事がなくなったり、うん、家族はそっちの方が嫌ねん、うん、別に愛人がおるおらんじゃないんや。だからそこを報道するなって思う。そう今の配信だってそうや、うん、わざわざそこを言う必要ないんや。その人もそれに対して桐崎英二は迷惑をするんや、 うちらがもっと迷惑するんや。愛人なんておってもいいんやん。私だからいいけ、俺は思うけど、そんな突然言ったがいね、もう配信者。それって家族を崩壊させようとしてる。そんなことに なる家族は他でダメになっとるから、それがきっかけになるだけ。愛人がおって、あ、これきっかけや、いい、チャンスや、離婚しようねん。あんたが甘いちとるねんって。そうやって、ぶっちゃけ。相手選んでやれや。おいや。相手選んでやらんと、どうすねんって。そういうことすること自体がもう間違いやって、不倫で。私だって至らんところいっぱいあるわけ。あんたに対してきつい言い方したり、まあいろいろ喧嘩もしてきたけど、そうなって私と会わない、もう、ここ、あと何十年 ?30 年、40年って、一緒にこの家に住むの嫌やって言うんやったら、全然いい人探していいんやん。もうだって子供たちも手離れてん。私らこれから自分たちの生活、老後の生活って、自分と気の合う人、うん、人生一回しかないねんって、そういう人と暮らしてってもいいねん。だからそれがね、もしかしてその女の人なら全然よかって言っても、だから中途半端ねんじゃん。あんたやるねんったらしっかり最後までねやれや。ねえ、隠し通せるような女探せって。ねえ、好きなの嫌いなのだけで一緒におったらとっくに別れとるやろに、みんなほとんどの夫婦が。恋愛なんて結婚する前に終わっとるねんって。そこから家族作ってってね、一緒にね家族作ってくんじゃないか。追っ始めたのはやすし最初か。そうやろな。そこはやっぱ別に拒んでもないし、向こうも男としたらなんかなってしまうわね。あと他にもおらんやろね。それはないわ。いや、じゃあ誘ったことはない？なんかしようっつって誘ったことない？他の DM で。絶対ない。とりあえず次亮と舞、今車の中で待っとうし、呼んでくるわ。ああ、頼む。知らんよ。俺も行くか。おればいいって、ここに。よ、舞子、さっきごめんなさい、ごめんなさい、すまん。お前やってくれたな。マジでお前、マジでやばいから、人としてクズやぞお前。すまん、あ、おかしいんちゃう、お前ほんとすまん。お前それでも親か、あ、すごめん、何がしてんってや。悪かった、あ、すごめん、ほんと悪い、お前悪かった。うちのチャンネルってか桐崎刑事が汚れとれんぞこれで。そう、いや、それ以前にまずお母さんの問題や。どれだけお母さん傷ついたか分かってるか。うん、表上はさ、お母さんもさ、全然その大丈夫みたいな、不倫とかじゃない、あの、俺と舞が心配やとか言ってるけど、一番傷ついてるのお母さんねんぞ。すまん、あ、ほんと悪かった、ごめん。お前スクールデイズの伊藤誠やぞ、分かっとくか、お前マジで土底辺やぞ。
ああそうやったことクズや。お前伊藤誠ねんて世界と事の葉に二股かけたマジの土底辺の人間じゃん。ああすまんマジで実写版じゃんお前、調子乗っとんねんお前。でもあんたはそうやって悪いって言いながらまた綺麗な女の子に声かけられたら絶対するって。あとお前俺が思ってるのは他にもおるんじゃねえんかよ女。絶対ないわそれは。ほんとかよ、1回しても10回しても一緒ねんて。お前万引きだってさ何百回もさ犯行繰り返してその1回が捕まるんやんぞ。だからその1回だと俺は思っとるんや。あんたを信じきれてないんやんまだ俺は。俺は絶対ないわ、かけてもいい、命かけてもいい。ほんとに情けなくなったし、前も友達の表に出る顔がなくなったっていうか、そういう父親を持っとる娘って思われるのがほんとに最悪ねんけど。それはほんと前にも悪いと思っとる。ほんともう家族全員にほんと何よりももう謝罪しかないんや。ごめん本当にすまん、本当にもうあれだめて、もう中もう頭下げまで下げてもうすまん話やけど本当すまん、ごめん。これきっかけに離婚ってこともできるよね。うんまあそうや。え、はい、お母さん決めることや、全部指導権お母さんや今、うん、完全にそうだ、利子かかってるやつ。その通りや。あ本当にすまん。俺は某配信者の暴露見てちょやべえと思ったのがこの人ルフィつけてなかったん。あうんね、ルフィって何、ゴムじゃ。嘘ついたらダメねんよ。嘘つかん、あのつけた時もあるしつけんだ時もあったかもしれん。バカじゃないよあんた。あんたねえ、私らよく子供たち教育してきたやろ、うん、ちゃんとやるときはつけろ。俺と前が彼女を彼氏できたときに、お前は絶対つけろやっつって、お前後で後悔するぞって。お前が何いい年こいと、お前何しとらん。確かにほんと親としてお前どういう気持ち、今頭おかしいんじゃないほんとに。あの時ほんと狂っとった。りょうはね人気がすっごい絶頂期の時だっていい気になったこと一回もないよ。そうなんで、なんでええねん、りょうがねいい気にならんがにいいね、親父のあんたがいい気になっとるねんって。その通りや。どうせ人としては恥やぞ、お前息子の名前使ってお前オフパコしてるんだ、頭おかしいやつ。あんたはしたことある？俺ないよ。なんで？それやらんのがや、普通ねって。じゃあ前がもうつけんとやっても何も言えんってことや。ダメだわよ。ほらほら、それが言えないやん親父としての。そうだ、言えんも見てこれ、不倫相手と動画撮ってる時これで、この不倫相手は霊視できるって言ってうちに来たんですよ、あのコラボしようみたいな感じで。で親父から連絡を取ってましたこの女性とは、うん、それで不倫発展したわけやろ。この時から関係を持ったん？その前から持ってる。これ2回目でしょ。え一回目もここの家に来る前にってこと。うん来る前に、来る前にやったん。うんやばっ、池のノート一緒にドナッとっとるやろ。そんな関係になっとんの、頭おかしいよ俺も。親父の不倫相手にこうやって抱きつかれとるんや。じゃあパパに抱きついたこの腕で、うん、あのうちらを持ち上げたってこと。そういうこと。やだなんだか。いや、やとか言うそういうレベルじゃねえやろ、うん、ネットニュースとかにもなってるんや、桐崎親父の父親の不倫が暴露されるっつって。これもう恥ずかしい、ネット記事に5個も上げられとるんだお前。最悪、恥ずかしいねこんな田舎の街だったら噂されとるわお前。そうね、恥やろ本当に。 LINE の技術誰かに身につけてもらったって思うほど。相手は返事ないがんなんだ、一人で怒ったら気持ち悪い。それは気持ち悪い。ここオイライン良くないよ。うん、あのこの当初これ遊んどったよ。いや遊んどったとかじゃなくて気持ち悪い、うん、気持ち悪いよね。何こんな一生懸命やったの、うん、このクソジジイ。気持ち悪い、何や10139って。はい言ってみ、自分で言ってみ。ポケベルの暗号なんよね。ポケベルの番号10139って入れたら大好きっていう意味なの。ふーんで、あのふざけてあそうっすかって、それ昭和やなっつって。囚人番号10139、高畑康史。恥やぞこれ、ツイート伸びとってんけどさ、桐崎の止まらぬ暴走、女性との関係がバレから逃げ、家族からも逃げるヤシ、最終回世界の中心で10139を叫んだもの、これエヴァンゲリオンとかけられてる。頭おかしいわお前。一番許せんが、某配信者が親父の不倫を暴露した後この人逃げ出したら2日間今これヤバくない？普通はちゃんとね、反省の心があるんやったら謝罪の心があるんやったらやぞ、家族に対して。逃げんと私らに向き合わんのやろいね。何エヴァンゲリオンの新宿モードになっとらん。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだって心の中で唱えとったの。頭おかしいんちゃう？叩んでもいいが、まあ叩かれるぐらいのことしとるけどや。当たり前やろ。いや叩いても叩ききれんよ、もっといっぱい叩かんの。いやもう心痛ぶりだよ。だってさ、考えてみ、こんなクソジジイとさディープキスするやん。気持ち悪い。ちょっとやめて、ちょっと今そういうこと思い出したくもないし、記憶にだいぶないんよ俺も。あんたからしたら美しい記憶やろに。これ切り裂きはしとる、うわうわってディープキスするやん。マジで考えただけでもう大鬱。うん、あの人の記憶からしたらパパのその姿はゲロやと思う。まず人を見る目がなかった。私の一番あんたのこと見る目なかってんて。俺の働いてる会社の荒木商事の社長と朝倉さんっていう上司いるんだから。ええー、来るの当たり前。もしもし、お前大丈夫なんか。ちょっとあのすぐにもう着きましたか。家もう着いた。あ、ちょっと入ってきてください。じゃあこんにちは。すいませんわざわざ。すいません、大変やな。大変どころじゃないわ。やっぱりあの生配信見たんですか。見たよ、びっくりしたわ。ほんと心配したよ。すみません、どこ行っとった。すいません、どう思いましたこの一件で。ちょっと待って、その前になんでカメラ撮ったの。あカメラ撮っとるの。うん、俺一応カメラ回そうと思って。こんな話さらすな、やべえやろ。
だってしょうがねえやん。一応やっぱりこれは証拠として残しとかんのかなって俺も思って。大丈夫なの？八に八を重ねるってわけ。いや、まあいいよ、私はいいよ。一応待って、生配信で出てるもん。お母さんどうする？私はいいよ。今のやすしの不倫を抜いてね、何もなかったようにまた動画って撮っていけんわけ。無理やわな。だから一回こういう話をしてちゃんと話し合った上で次の動画じゃないかって思った。だからちょうどよかったかもしれん。それはいつ撮るかっていうのは全然決めてなかったけど、ちょうどいいわ。まあいいわ、じゃあこのまま撮り続ける。一部始終サクさんから慰謝料請求かもしれない。何百万取れる？いや普通300万のが相場じゃない、うん、でも今回の場合 SNS 使って影響力のある配信者を使って全然知られなくてもいいところに知られてるわけや、うん、これってどうなんかな、名誉毀損とかなるんですか？なりますね。あと慰謝料どれくらい、300万取られるんですか？いや普通の通常は300万請求できるんだけど、親父の配信を訴えるかどうかじゃあちょっと決めよう。普通は訴えるよね。いきなり襲ったわけじゃないんでしょ。もちろんルフィつけてなかったんですよ。長靴つけてないの？あれ食ったら長靴履くだろ。長靴絶対履けよお前。一回目した時、うん、ちょっと以外本当覚えが本当記憶あれなんですけど、ちゃんとつけました。さすがに一回目は。でも一回でもつけとらんかったら意味一緒やしな。何回かそう関係あったんですけど、ちょっと慣れてくうちに。一回目は警戒したんやろ。どこの馬の本音かわからんような女やから、こいつもしかしたら病気持ってるかもしれない。そうそう、普通にそういう警戒心からやろ。普通にやっぱ常識やと思って。で二回目から外した。2回目ってその日俺1回しかできんもん、1日1日1セットしかやってないの。そんなんできんわいね。これ言うて今言って1日一発出そうがいね。それ性欲あるけど、今でも1回出したらもう無理やん。あ、大砲型ね。大砲型そうはい、朝から機関銃、はい、そうな、うん、バチンマンですよ。でもどう、ここら辺のホテル入ったってこと？はい、マジか。ホテルの名前覚えとるわ。どこや、なんていうところ。家の近い方がいいし。あそこや。おお、ウォーターゲート、ウォーターゲート泊まりました。多分車の中で口説いた。いや、その前にもう電話で口説いてる。そうやって口説いたんだ。もうから会って普通に観光して、最初海とか行って、うん、そっからカラオケ行ったんですよね。2人なんか昔から手口が一緒やね。その女性好きやった？好きやったよ。好きなわけないやん。マイマイ病ってずっとやん。一例一三九ってなんすか？あの2人で合言葉決めんけみたいな。あ、あ、俺と前にもさ合言葉あるもんな。うん、あるね。じゃあ言うよ、パパとママには内緒。こういう感じ。こいつらのがヤバいんちゃう？スマホチェック、はい、あります。何をチェック？ iPhone、 スマホチェック。 LINE ちょいチェック。ダメだろ、記録つけたら。記録がつけんよ絶対。はい、あれちょっと皆さん見てください。もうヤバいの？もうヤバい。なんか彩香って人がいますよ、京都の。友達ですね。友達？うん、これヤバい。はい、トカゲとか送り合ってます。友達です。そんな見せないでください。ちょ、見せて一回。これトカゲとかの写真送り合ってる人がいます。これは何の関係なんですか？めっちゃ LINE しとるやん。ほら友達です。ほら永遠に LINE しとるよ。友達です。友達じゃないやろ。いやいや、友達っつっても裸付き合いの友達かもしれない。ない。一回座ってじゃん。ない。うまい。あ、これ。あ、これ開いたらダメよ、絶対。ガチのやつじゃないの？これ。ガチのやつ。誰が残ったってことや。既読4になってるこの人。これ今不倫相手です。やば。絶対開いたらダメや。いや、開かんから座れって言ってるやろ。開いた。開いてないよ、これほら。終わった。開いてないって。すいませんでした。今後連絡しないようにしますね。すいません。心配なんですけど、どちらにいますか？私のせいなのは承知です。家族の皆様が心配してます。すぐ帰ってくださいって言ってるやん。相手の方は何をしたいの？その女の人は、結局今こうやって取り上げたら喜ぶってこと。今こうやって取り上げて、自分が有名になりたいから、配信者に言ったやと思うよ。だって得することって一つもないよ。うん、確かに。インスタグラムの DM を見ます。ここにユカって人がいますよ。おいおい、ユカ、何勝手にお前ユカって、お前リスナーやわよこれ。あんたのこの暴露された愛人もリスナーだったわけやん。もともとリスナーやん。そうからつながってね。そういう人とはやりとりせんといて。皆さん気をつけてくださいね。親父のインスタフォローしてる女性の方みんな削除してください。危ないですよ、皆さん狙われてます。これ解除しましょう。あとちょっとわからんのが、ヤスシの女友達ってどこからどこまでが友達？あ、女友達って言ったらご飯食べに行ってカラオケ行って。カラオケって、うん、カラオケ好きなの？2人で行ってんの？歌まあ、それもダアウト。アウトなんでアウト。アウトねえよ。カラオケってダメねえよ。なんでダメ？カラオケに15分でも滞在してると、もうそれ不貞行為。うそ。なるんや。ほうや。認められるんや。だから、うん、お前、ちょっと言わんなかんよ、カメラの前で。言えって今、はい。言ってええことあるやん。飯も、じゃあ2人で行ったらダメ。飯は大丈夫です。で、カラオケで何歌うんですか？普通に、あの、ビーズとか。あ、もう口説いてるわ、それ。そういえば、やすし、あなたの不倫相手から、私、メール来てん。はこれ、あの人呼んでほしいから送っとるよ。めっちゃ長文やん。ご無沙汰しております。先ほど生放送を見させていただきました。ご家族の方を傷つけ泣かせてしまい、当の本人である私にこんなことを言う権利は全くありませんが、心から悔やみ恥を知りました。私に非があります。簡潔にお話しさせていただきます。キリパパさんとは仲良くさせていただいており、霊視、これは事実です、したりといろいろ会う機会があったのですが、後からスクリーンショットをお送りいたしますが、本当に私も精神的に来ていて体を許してしまいました。私が全て悪いです。本当に本当に申し訳ございませんでした。顔も見たくないと思いますが、直接土下
正座してお詫びしたいと思っています。以前私がキリママのお誕生日おめでとうございますと電話したいのようなことをお伝えしたところ、うん、ものすごい剣幕に断られました。正直私は過去とはいえ自分の中で清算したかったのもあり、奥様に連絡が取れるよう全て正直に話して謝罪したいと通話にて話を進めていたのですが、はぐらかされてばかりでどうすることもできず暴露という形になってしまいました。謝ってどうにかなるわけでもありませんが、私本人から直接連絡入れてさせていただくことが一歩なのではないかと思い、 E メールを送らせていただきました。以下スクリーンショットです。親父とその相手との LINE がめっちゃ送られてきてます。これなんかやすしキモ。親父の愛人とお母さんなんでメールやり取りできた？だってあの人すっごい私のことを気に入ってかって、うん、ママ大好きママ大好きでいつもメール来とったし。あ、じゃあ友達じゃん。そうよ、友達やん。でもずっと連絡来て。え、ちょっと待って、サクさんの友達に手出したってことやじゃん。違う違う、前のこともめっちゃ可愛がってくれて、高校生の頃誕生日プレゼントをもらった。何もらった？そう、え、サボンの石鹸とか。聞いた。そう、めっちゃいいもんもらったし、え、めっちゃ嬉しかった。前も普通に大好きやったし、その人のこと、うん、そしたらなんかそう送られてきた手紙とか、なんかその連絡先見て、ちょうだいやみたいな、めっちゃ怒られた。あ、そう、もう覚えてる？もう怪しかったよね。そうそう、ちょうだいちょうだいみたいな。あ、だから俺やべえと思って、手紙の内容とか言うやら、ママにバレるのがやべえし。え、別にパパにやましいことなんでそれはなかったよ。でもやましかったし、やましかったし、もう好意あった。はい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 、もう一つ送られてきました。もう一つの証拠ですとか、ホテルで あるかのような見たくはないと思います。これどうなの、過去と一緒やし。その時に行ったってことですか？これがオーダーゲートか、君が行った。いや、これ違うね、これ2回目だわ多分。これ多分白亜城どこ、小松の。それ証拠には何なの、ね、うるさい、ちょっと黙れお前。真実を知っていただきたく、そして自分への戒めとして、自分自己満足のためだけにこれ送ってきちゃうの。でもそれちょっとやっぱ病んでるんじゃない、ちょっとやばい。頭に来たっておめえ悪いやろ。俺ほんとガチでリアルで、ほんと俺が謝らんの。自分の娘と同じ名前で気持ち悪くなかった？名前全然気にせん。え、別に名前ええ。そうやけどベッドの上でマイマイって言ってた。いや言ってたって絶対。言ってないって。マイってやっとったろ。マイってやっとった。言うわけないないね、そんな娘の名前を。気持ち悪い。自分でもそこは自制心あるわ、何も言わんわ。天に昇る時も、うん。目つぶってみ、これそれでマイって言ってみ、娘とやっとるみたいな気持ち悪い。もう十分気持ち悪いですよ。お父さんが不倫したことに対して1ミリたりとも傷ついてないし。なんで？一番嫌なことが友達とか周りの人にかわいそうって思われること。あ、そう、本当に嫌ね、全然かわいそうじゃない。だから自分が惨めな感じがして、私も友達とかに言われたら嫌や。で、旦那さん浮気しとってるの大丈夫って。大丈夫やしなって思って。いや、全然何も思わない。どうでもいいねんね。でもみんなかわいそうみたいな目で見てくるのが本当に嫌ね。かわいそうじゃないね。絶対かわいそうじゃない。自分のお父さんもしてるかもしれんよ。マジで子供たちにそんなこと言うな。いや、でもそんなもんやって。どういうこと、自分の…どうした、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 朝倉さん、何、朝倉さん、どうした、朝倉さん、コンロのお兄さん登場。あれ、お前どうした、どうした、こんな真面目な話しとって俺の残念な動画なのに。さあ、やってまいりました、教育講座を始めるぞ。やすし、こっち来い。はい。君がまずルフィをつけてなかった。俺はゴムゴムだ。まず女性と行為するときは子供ができることがある。病に侵されることがある。なあ、リトル朝倉、47年一緒に付き合いしてるけど、つけるものにはつけなきゃいけない。俺らは一心同体だろ。痒くなる時も痛くなる時も一緒だろ。この世に生まれてきてから俺たちは一心同体だ。分かったよ、リトル朝倉。え、今誰と喋ってるんですか？我が息子だよ。まず手始めに俺を装着してみろ。着装だ、やすし。これ今体で示しとるけど、これが人生において大事ってこと。家族を失うためにルフィをつけんような男は挨拶もできない男と一緒や。パパ、その不倫相手なしで最後にいたしたのはいつなの？は？俺がサクさんを狙ってく。え、何言ってるんですか？すいません、無理です。先行くぞ。おい、先。おい、やっとったやん。何をしてるんですか、朝倉さん。先は俺がもらってく。ほんと連れてかんといてくれ。じゃあ私のこと大事にできる？はい、本当に桐崎の白座さんに、家族みんな、あとね、朝倉さん社長に不快な思いさせてしまって本当申し訳なかった。これを俺の謝罪動画とさせていただきます。今回のことはとりあえず水には流すことはできんよ。やすしが本当に反省しとるなら、姿勢行動を見ていこうと思う。ありがとう、本当に1回や2回のこの過ちで終わらすことはできんよ。でもやすしが何にも変わらん今までのまんまなら、私はもう無理やよ。本当に愛してるのはさっきだけやから、ずっとそれは昔から変わってないし。口では何とでも言えるから、態度で示して。はい、さっきごめんな、そんな、本当にごめん、
悪かった。俺のコンバスは下を向いているドッピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。初めてホテル誘った日を再現して。リアルに？リアルに。うん。M。はい。カラオケ終わったし、泊まろ。いやよ、恥ずかしい。なんで？なんで恥ずかしいの？ダメよ。何がダメなの？ダメダメ。ダメダメ。恥ずかしいわ。優しい。どこへ連れてくの？ん？いやだわ。いやだわじゃねえが、行きたがっとったやん、だって。いやだいやだ。行こうね。今日の夜は優しくしてね。もちろんや。いや、腕組んどったわ、でも、実際。いや、そうなの。ガチで。こうやって、なんかしら、普通に歩いてくんないね。ほんと、こうやって腕組んどれ。普通にこうやって腕組んでくれ。は？と思うじゃん。どう？まあ、勘違いするような男だったら。うん。勘違い、おかしいでしょ。